次行きましょう。エクスミューレの先に待ち構える中高速コーナーでのオーバーテイクに挑戦。狭い道幅とバンピーな路面を乗り切れ。ニュルピターの遊ぼうか。はい。結構車の性能差が大きいな。あ、なんだと。あ、ぶつかる。やめて。あ、ダメダメ。ここはダメダメダメ。戻って。あと1台。なんだあれは、なんだあれは、なんだあれは、ベンツ、アーマギ、あ、はい、あんまり嬉しくない勝ち方。思いっきりぶつけるわ、ミスするわ。いいのかな。スピンしなかった。グランツーリスモだからスピンしなかったって感じも強いかな。他のリアル系レースシムだったら確実にオジャンだったよ。ゴー。多数のライバルカーが走行するコースでフルラップのタイムトライアルに挑戦。グループを前回やったく単純に1分38秒以内に走ってねっていう感じかな。そんな感じだろうな。だけどライバル車がいるからそいつをうまく避けてねって言うよね。 OK。そもそもあれに追いつけてねえし。なんだ、早々に抜かしてやろうと思ったのに、あん、なかなか追いつけねえ。ここで行くか。お前が妨害役か。ほら、あー、だー、はっはっは。さすがにこれは無理でしょう。あのヒュンダイに追いつく前にまずこの C5 を攻略しておかないといけないから、じゃあここでまず。あー、やべ、ぶつけ、あー、やっちゃった。はい。はい。ああいう抜き方は、良くないです。こいつもまたいいところに邪魔してくるな。次は誰が妨害役になるのかな。ライン乗りがめちゃくちゃ。
3度ぐらい走っても、もしかしたらタイム出てないかも。なんだろうな、ハザード体験の GTR。後ろから速いのが消える。なんだこいつ。お！はい。最後にそういうサプライズがありますよーってやつね。最後抜けたのは BM かな？M6。最終コーナー抜けて、ここスリップに入って1コーナーでアルファを抜こうと思ったらサイドプレスガツン。良くないね、こういうのは。ジェネスもハザード咲いてるやん。なんでハザード咲いてゆっくり走ってさっさとピット入れよかったんじゃん。中途半端にスピード出しちゃって、でここら辺はもうライン取りが緩い。この辺で来てるんだね、あれ。あの車。全然気づかなかった、最後の最後で。で、GTR もハザード耐えて譲ってますよ。で、グループ C の車が後ろから来てますよ。本当ならこれ譲るべきだったのかな。ここになるまでバックミラーみたいなことだな。で、ここにダイブ。ショートコースを使ったワンメイクレース。低速コーナーの脱出速度が勝負を決める。ホッペン RJVJT ワンメイクレース。まず車の挙動がどんな感じかわかんない。軽自動車ベース。結構。よし、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 ちょっと跳ねてみよう。ぶつかってないんです。よし、よし、よし。速いですよ、今までのやつより。よし、いいのさす。ギリコースアウトしてないはず。アウトが膨らむ。公安2台まとめて抜いちゃえ。大丈夫、ぶつかってないはず。はい、また一周。まああとは適当に軽く流しておしまいかな。
し、クリアです。はい、よいしょと、なんかペンだし、あー、では微妙に色が違う。またジネシスでーす。はい。じゃ次、ラリーカーのやつがあるのかな？はい。はい。こんな感じで、次やっていきます。はい。